元気ママキッチンへようこそ。頑張りすぎない献立シリーズも20回目。今回は中華丼、我が家の定番中の定番。子供たちこれを食べて大きくなりました。白菜大量消費レシピです。これはぜひ最後までご覧ください。では作っていきましょう。白菜は今日は3、4枚くらい使います。でも人数に合わせて適量で作れるレシピです。よく洗って水気を切っておきます。白菜の芯は角切りにします。こうやってやると楽ちんですよ。この白菜の角切りが美味しいんです。芯の部分は、1センチか 1.5 センチ角ぐらいに切ります。もう葉の方はね、ザクザクと切ります。よいしょ。豚バラのしゃぶしゃぶ用の薄切り、食べやすく切ってます。今日は 150g ちょっと使います。この辺はもう適当でいいです。人参とかね、キクラゲとかね、入れても美味しいですけど、今日はシンプルに、あとかまぼこ忘れてた。なんかね、この薄切りのかまぼこが入ると嬉しいんですよね。味も出るし、このピンク色が嬉しい。チャーハンとかにもかまぼこが入ってるとなんか嬉しいです。生姜は水につけてあります。水につけておくとすごい長持ちするんですよ。生姜の便利な保存方法、よかったらこちらも見てね。概要欄に貼っておきます。お水は2日に1回ぐらいはね変えてます。生姜はよく洗って皮ごとすりおろします。量は適量、私はたっぷりが好き。材料はこんな感じ。白菜とね、椎茸とかまぼこと生姜と豚肉、人参の薄切りとかきくらげとかね、お好きなものを足してくださいね。やっぱニンニクも入れます。生姜ニンニクお好きな方でもいいし、入れなくても大丈夫です。生姜の方はすりおろしましたが、ニンニクの方は今日はチューブを使ってます。調味料は塩少々に、お酒が大さじ1くらい、鶏ガラスープが小さじ1から2、これはもうお野菜の量に合わせて、で片栗粉少々、こういった片栗粉フリフリ100均とかで売ってる、もうこれが便利です。これ使うとダマになりませんからね。あとお醤油も味見しながら使います。では作っていきましょう。まずフライパンにごま油を適量、大さじ1ちょっとぐらいかな、入れました。そしてニンニクと生姜を入れます。フライパンは熱々にはしないでください。ニンニク生姜がね焦げちゃうので、もう冷たいフライパンにごま油を入れて、ニンニク生姜を入れる感じでいいと思います。今火はもう中火ぐらいで、徐々に香りを出していきますよ。ジュクジュクっと言い出したら豚肉を入れて、よっ、豚肉目指してめがけて一つまみぐらいお塩を振ります。で全体を混ぜます。油をね回します。今もまだね火は中火です。お肉に半分ぐらい火が通ったら、白菜の芯の部分を入れて油を回します。もう全部入れちゃう。ここでもう椎茸もね、かまぼこももう全部入れちゃう。どうせねぺったんこになるから、すぐにかさが減って。そして和えます。このフライパンやっぱ使いやすいね。1人分とか2人分とか作る分にはめっちゃ便利。大体全体に油が回ったら、もうざっくりでいいんです。そしたら日本酒、大さじ1杯ぐらい、そして鶏ガラスープの素を、小さじ1からね2ぐらい入れます。ここで火を少し強めてください。あっという間にね、白菜のねかさが減ってきますからね。そしたら蓋をして弱火でじっくりと蒸します。野菜から出る水分だけで作っていきますよ。5、6分かな。しんなりするまでほったらかして大丈夫です。はい、5分ぐらい蒸したかな。もうしっかり水分が出て野菜もしんなりしました。ね、蓋しとくとね楽ですよね。そしたらここにこの片栗粉を表面にね、ささ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 さーっと、ちょっと雪が降ってきたわぐらいかけて混ぜます。これ使うとダマにならないんですよ。とろみが足りなかったら片栗粉は少しずつ、これを繰り返してください。片栗粉を入れた後はしっかり火を通します。いいかな。いい感じ。とろみがね
で、とろみが足りなかったらもう少しね、片栗粉をかけてください。もちろんね、水溶き片栗粉を使ってもいいですよ。片栗粉を入れた後はしっかり火を通すのが滑らかな口当たりになるポイントです。よくね、片栗粉を入れてすぐに火を切っちゃう人もいるんでね。はい、そしてここでちょっと味を見ます。味を見る。うん、うまい。ここで味が足りなかったらお塩やお醤油をかけてください。もしくはね、食べるときにからし酢醤油をかけるのもおすすめです。あっという間、もう大好き。作り置きしてあったキノコで卵とじを作ります。ちなみにこのキノコの作り方、以前撮った動画ですが簡単にご紹介しますね。フライパンを軽く温めてごま油を敷き、キノコを3種類くらいミックスしてカットして入れていきます。今回使ったのはエリンギとしめじと、なんだ、舞茸ですね。全体に油が回ったら白だしとみりんを入れてじっくりと煮詰めていきます。めんつゆとかだし醤油を使ってもいいですよ。もうその日の気分です。ニンニクと塩だったり醤油とみりんだけで作ることもあります。7分か8分煮詰めたかな。しんなりしてかさが減れば OK です。保存容器に入れて2、3日で食べきります。ちなみにこれ冷凍もできますよ。今回もね、冷凍したやつを解凍して使ってます。まあ、オリーブオイルでもごま油でもいいです。入れてキノコをね、好きなだけ入れます。入れちゃえ。卵は3個分。今回はお塩も何も入ってません。あー、ちょっと失敗しちゃった。いいのいいの、卵とじだからね。オムレツっていうとものすごく綺麗に作らなきゃって感じがするけど、卵とじっていうとこんなんでもうわー上手って感じがしませんか。言葉のマジック、私だけそう思うの、教えてください。そして好みの感じに焼き上げます。中がトロトロがいい人、中が少し固まってる方がいい人、しっかり固まった方がいい人ね。まあ卵はね、余熱でもね、火が入りますからね。よいしょ。少しね、理想よりも早めに火を止めた方がいいです。こんな感じ。美味しそう。リンゴ酢。さあ、完成しました。白菜たっぷりの中華丼とずるい酢のもの、そしてキノコの煮付けを使った卵とじ、冷ややっこ、ネギたっぷり、あとはリンゴ。今回も手軽にできて栄養バッチリ。全体的な味のバランスも良かったです。おかず同士がぶつかり合っちゃう献立は料理がもったいないですからね。いただきます。熱いかな。理想、理想の美味しさです。皆さん、簡単です。これ、これはたくさん作っておけば冷蔵庫で2日ぐらいね、美味しいんですよ。なのでこの倍量、3倍、フライパンにね、入るだけのお野菜入れて作ってください。すぐにね、ぺったんこになるんで、蒸せばね、蓋をして蒸せば白菜など大量の野菜も調理しやすくなります。からし酢醤油、お酢多めちょこっとかければね、またこれがこれで美味しいですよね。うまっ、うますぎる。ちょっともう中華丼についつい集中しがちですが、この卵とじ、中はちょっとトロトロに作ってみました。もうね、残ってる野菜とかキノコとかハムとかね、ツナとか何でも入れて私は作ります。ネギを足したり、セロリの葉っぱ刻んで入れたり、もう何でも卵とじにしちゃいます。何度も言うけど、これが卵とじの良いところ。オムレツっていうとハードル上がります。私だけ。このキノコうま。やっぱ具材に味がついてるとね、美味しいですね。卵は一切何も味は入れてません。
あとね、冷ややっことね、いつものもずく酢も食べていきます。りんごちゃんもあります。いかがでしたか？生姜たっぷり入った中華丼は体がポカポカ温まりました。寒い冬の夜にもってこいです。白菜もね、たっぷり使いますよ。ちなみにこの日は作り置きも兼ねて、フライパンいっぱいに野菜を入れて作りました。大好きなエビも入れました。好きなものをね、自由に加えられるのがいいと思います。味は後から調節すればいいんです。大量の野菜も油を回した後に蓋をして蒸しちゃえば大丈夫。ちなみにたっぷり作るときは大きめのお鍋を使うのもおすすめです。見てください、あれほどあったお野菜もこんなにかさが減ってぺったんこ。よくね、たくさん作るときは味がビシッと決まらなくて自信ないんですって方も多いんですが、ビシッと決まんなくて大丈夫。味が足りなかったら鶏ガラスープや醤油を足せばいいし、食べるときにからし酢醤油をかけるのもおすすめです。何度も作ると上手になります。白菜食べてるの？おかれちゃん、こちらのチャンネルは野菜たっぷりで健康的な簡単レシピがたくさんあります。ぜひチャンネル登録していろいろ見てくださいね。今週のおすすめはお味噌汁。体を温めて免疫力を上げて厳しい冬を一緒に乗り越えましょうね。